ほい。どうも、お世話様です。俺の屍を越えてゆけ。今回はですね、ストーリーとかは一切進めずに、ゲームシステムを理解するために、明日をバーンと信じましょう。説明のところをね、バーンとね、見ていきたいんですよね。なので、非プレイの方は見ても、知ってる情報しか出てこないと思うよ。これ毎回入るんですね。ロードの旅にね。いいですね。じゃあ、いつか先生にお願いしますか。いつか先生の俺しか講座ですね。上から読んでいこうか。これは読んでね。うい。討伐に出たら、移動中も戦闘中も常に体力に気を配ってください。もう討伐に出た後の話か。目安としては体力の最大値の7割。健康度注意が表示されたらすぐに体力を回復してください。これね、取説でもかなり口を酸っぱく言われてたんだけど、健康度っていうね、パラメータがキャラごとにあるらしいのね。で、健康度が0になると死んじゃうのかな？キャラクター自体が。なので、それを0にしてはいけなくて、で、体力って言ってるのが HP なんだよね。HP が7割以下ぐらいだと、どんどん健康度も減っていくので、常に、まあ、8割以上はキープしといた方がいいよっていうのは言われてたかな。体力半分なんてもってのほか、健康度は底の抜けた桶の水のようにドカドカと減っています。この世界の摂理やお作法を覚えるまでは、罰ボタンでやたら走り回るのも考えもの。ダンジョンでダッシュもできるんだけど、ダッシュがこの罰ボタンなんだけど、走ってるとね、健康度が減っていくのかな？体力が減るのか？体力が減っちゃうらしいので、気をつけてって書かれてた。健康管理は大切。こういうこと？どんどん下にぶら下がってるやつもあんのか。超時間かかりそうじゃん。これだけで何パート消化するんだろうか。まあいいか。いいよね。上から行きますよ。命は一つ。戦闘などで傷つき、健康度が残りわずかの状態で帰還すると、最悪の場合、その方はそのまま力尽き、天寿を全うできないことがあります。天寿っつってもね、1年半ぐらいらしいけどね。そんなことにならないよう、明日につながる負けない戦を常に心がけてくださいませ。心がけます。疲労の影響。戦闘中、移動中、体力が減った状態が続くと、知らず知らずのうちに健康度はどんどん減っています。さっきの話ですね。疲労は月が変わるとドバッと出て、体力、攻撃力、防御力、敏速性、すべての体の力を蝕みます。下がっちゃうってことかな。月をまたぐ長期の遠征では十分な配慮が必要です。年齢と疲労回復。冒険中に下がった健康度は月が変わるときにある程度自然に回復します。自然回復もあるんだね。若いうちは死にそうなほどの疲れでも一晩寝れば明日は元気。でもお年を召すとなかなか疲れが抜けなくなる。子供の運動会で本気で走ったら一週間ぐらい腰が痛かったってどこかに書いてありましたっけね。怖えなぁ、それ。明日は我が身だな。体の調子は万全なのに、出撃隊にちっとも入れてもらえない。せっかく提案した戦術なのに、一つも採用してもらえない。そういう不平が溜まってくると人はやる気をなくしがちです。脇下家への忠誠心も少しずつ失われていくでしょう。忠誠心というパラメータもあるらしいね。そんなことにならないように、なるべく自主性を重んじ、たまにはバーンと褒めてあげましょう。っていう言い方だよね。俺、一族なのに忠誠心とか、まあ、あるか、あるよね。脇下家への忠誠心が大きく下がった方は、思い余って家出されることもあります。家出した方は二度と戻ってこないんだ。また、お金や品物を無断で持ち出すこともあるぞ。バッドイベントだね。心の土や水が強い方は、割と辛抱強いので、よほどのことがない限り、まず家出などなさいません。ですが、心の火が大きい方は頭に血が昇りやすいですし、心の風が大きい方に至っては、もともと何を考えているのかわかんないとこありますし。
なんか、あれなんだね。血液型診断みたいな。属性診断みたいなものがあるんだろうな。この世界にはな。風邪の人、すごい嫌がりそうだけど。とにかく、ご家族の忠誠心にはいつも気を配ってくださいませ。脇下家はね、水主体で行きたいって思ってるから、家出しにくい属性ではあるんだけど、なんか、面白いね。そういう特性があるのって。脇下一族悲願。四天童子を倒し、一族にかけられた二つの忌まわしい呪いを解くことです。先は長いですが大丈夫。いつかと一緒にバーンと頑張りましょう。はい、頑張ろう。いつかさんは普通の人なのかな？神様なのかね？脇下家の面々はね、寿命短いからバン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 死んでいってしまうのかもしれないけど、いつかさんはずーっといるんだろうな。戦う戦う戦う、力をつける。戦う戦う戦う、奉納点を貯める。戦う戦う戦う、宝物やお金を取り返す。ふぅ。戦う戦う戦う、子供を作る。戦う戦う戦う、町に投資する。町への投資とかもあるのか。つまりとにかく要するに。戦う戦う戦う。諦めたら負け、それしか道はないんですから。血塗られた道よな、我ら。脇下家の進む道は。脇下一族の血が絶えた時、すべては歌方と消えます。この世の終わり。ゲームオーバーの条件ってことかな。でも、逆から見れば生きている限りはいつだって希望はあるってことですよ。だから決して諦めちゃダメ。明日をバーンと信じましょう。おい。短命の呪い。脇下家のものは急激な速さで成長し、誕生からおよそ1年半から2年、避けられない死を迎えます。これが短命の呪いです。健康度が低いと短い寿命さえ全うできないことも稀にあるので注意してくださいね。健康度は気をつけよう。女性は男性に比べちょっとだけ長生きします。そうなんだ。呪いをかけられたとしても女は強いんです。アセモちゃんの方が長く生きてくれるかな。手術の呪い。この呪いにより脇下家に生まれた者は人と交わり子孫を残すことができません。でも、更新の儀があるから大丈夫。それに神様って男も女も優しくって素敵な方ばかり。そうだったね。優しくって素敵な方も大勢？少なくはなかったような気がします。そっか。鬼って何？一口に鬼と言っても、人や動物に似るもの、道具に似るもの、風や火に似るもの、様々です。悲しみ、恨み、怒り。それから色恋などの強い情念が実体化し鬼になるとの説もありますが、例外の方が多い？とにかく正体がよくわからなくて人に害をなすものは全部鬼と呼んでいるのが実情のよう。ほう。まあ、敵モンスターの総称が鬼っていうことだね。全然鬼に同情はしませんけど、よく考えてみると人側の都合だけのめちゃくちゃな区分けですよね。勝手だよね、人間ってね。さあ、まだまだいっぱいありますなぁ。この世界の時間、時間の流れ、出陣、休養、更新の儀を行うと1ヶ月が過ぎます。もちろん1年は12ヶ月。ちなみに冒険時は実時間でだいたい平均して15から20分で1ヶ月が経過します。結構、一パート分じゃないか、15分から20分って。ウィンドウが開いている間は移動中でも時間がピタンと止まります。不意の電話やお手洗いの時、急がず騒がず思わさず思い出して役立ててくださいね。これはご丁寧にありがとうございます。討伐中の時間、洞窟や迷宮の中を歩いている時、一月の待ち時間を表す8つの炎が画面の左上で燃えています。8つの炎か。時間が経過するに従い、その炎は一つずつ減っていきます。すべて消えると、その月が終了。討伐を続けるか、今日へ戻るか。討伐続行時の体調変化や予定を確認してご判断ください。なるほどね。続けるかどうか選択できるんだね。時間が切れちゃってもね。戦闘中の時間。戦闘中も時間は経過します。と言っても、時間が経過するのは一定人数の行動が終了するたび。なので、急いで指示を出す必要は全然ありません。
むしろ時間を惜しむなら、ゆっくりとより少ない手数で勝つ作戦を考えて、簡潔にかっこよくご指示ください。カランカの合わせから入って、はってで積み、いいねって言ってたね。オリンさんがね。例えば、こんな風にです。はってで積み。移動中の時間。敵を避けながら進めば、一月の実時間は約4分。それだけあれば相当な距離を稼げます。実時間約4分か。体力と健康度に注意しながら、×ボタンで走れば迷宮の最深部までたどり着くのも夢じゃない。かも。出陣したことがない私がそんなことまで存じてるわけないじゃないですか。笑い。腹立つな。まあでも、何ヶ月かにわたってダンジョン攻略ができるんだよね。出陣の前に。出陣。鬼や妖怪の成敗や四天王寺討伐隊の先行試合に出かけることを出陣と言います。四天王寺討伐隊の先行試合とな。どういうのもあるのか。それに選ばれないと四天王寺の討伐ができないってことか。出陣の前には、隊員の健康度、装備や携帯品の点検を一族コマンドで必ずやってくださいね。一族コマンドまだ一度も見てないんですよね。てか主人公がまだ見れてない気がしてきたぞ。アセモちゃんの顔しかわかんねえな。じゃ次のパートで見ましょう。戦闘の勝利条件。敵の隊長さえ倒してしまえば、他に敵がいくら残っていてもとりあえずはこっちの勝ち。敵の隊長？こちらも隊長が戦えなくなったら他の方がピンピンしていても負け。即帰還となります。隊長だけを狙ってくる卑怯な奴も絶対いますから、隊長の体力にはいつも十分に気を配ってください。わかったよ。勝てば官軍。歴史を書くのは勝者。戦場において卑怯は褒め言葉だということをお忘れなく。いいこと言うな、いつかちゃん。討伐隊先行試合。3月と8月の年2回。四天王寺公式討伐隊の先行試合が御所のお庭で開催されます。今4月だったね。4ヶ月後、あるね、先行試合。別に先行試合に出場しなくたって、主天を倒しに行くことはできますが、そうなの？なんと言っても賞金が魅力。ほう。8月の大会は腕に自信のある人なら誰でも参加できる一般の部。3月の方は帝のお目に留まったその道のプロのみ集めて開かれているそうです。声がかかるのかな？名声を上げていけばね。8月とか、出れるのか、賞金目的で出てみる。まだ早いのかな。帝が時々、多分気まぐれに、洞窟や迷宮を指定なさいます。ほう。その月、指定の場所に討伐に出かけ、鬼や妖怪を倒すと、その働きに応じた、報奨金が帝より頂戴できます。報奨金支払いの期限は、当月の末まで。なので、その月は討伐を1ヶ月で切り上げて必ずお戻りくださいませ。なるほどね。覚えておこう、これ。討伐強化月間か。迷宮での移動。長生きの秘訣。戦闘中はともかく、移動中には全員の体力を最高値近くで常に保つようにしましょう。しませう。なんでちょっと桂馬っぽいんだ。回復の薬や術を惜しんで、強行軍を続け、その挙句に命を落としては元も子もありません。敗因の4割は実力不足。残り6割は何の根拠もない、まだ大丈夫という思い込みです。いつか先生、説得力あるなぁ。戦場に出たことないはずなのに。十分な戦力が整わないうちに、鬼の巣窟の奥へ突き進むのは殺されに行くようなもの。絶対におやめください。あたりの鬼の大将を小指の先でぴょいと倒すことができる。それぐらいが進軍の目安ですね。洞窟や迷宮のどんな奥からでも帰還を選べばいつでも京へ戻ってくることができます。ああ、そういうこと？なんか脱出ポイントとかにたどり着かなくてもどこでも戻れるんだ。だから帰りのことは考えなくて全然平気の大丈夫。行けるところまで行ってみて全力で戦う。で、ちょっとでもやばそうならためらわずに帰還。無理した結果が吉と出るのはせいぜいが10回に1回。その1回だってただのまぐれですよ。家族の死に直結するわけだもんね。
慎重に行きましょう。バツボタンを押しながら移動すれば、いつもの倍の速さで走ることができます。でも注意してください。走ると疲れる速さもいつもの倍なんです。3部屋ぐらい駆け抜けたら一服。体力と健康度の減り具合を確かめて大丈夫そうならまたバツボタン。これは大事だね。あんまり走らないようにした方がいいって書いてあった。最初のうちは。先手を取る。ごめん、なんでもない。なんかちょっと、録画が乱れて。先手を取る。移動中に隙をついて、敵の後方から突撃をかければ、戦闘で先手を取ることができます。先制攻撃ってことかな？先手を取ろうとしてぐる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 回るのは、はっきり言ってみっともないし、時間の無駄。いつか先生が特別にコツをお教えいたしましょう。おっほん、はい。敵を正面にして一歩。右に行く振り。敵が右を向いた瞬間にバツボタンで敵の左にすかさず入る。難しそうだな。もちろん左右が逆でもか。次の討伐の折にお試しくださいね。これ逆に敵に背後を取られて戦闘に突入してしまうとあれなのかな。バックアタックをされてしまうのかな。スワ戦闘戦勝点。敵を倒すことで一人一人に蓄積される戦闘経験を戦勝点と言います。経験値か。これがある数値に達すると、心技体、すべての力が上がります。戦勝点は戦闘に参加した仲間の人数で頭割りされます。へぇ。じゃあ一人で男女に突入してずっとレベル溜めをするっていうのも、選択肢の一つではあるかもね。めちゃ危険なのでおすすめしませんが、危険か。一気に力をつけたいときは、少人数で出撃されると良いでしょう。うん、なるほどな。鬼の宝物？宝物？鬼と接触すると戦闘に入る前に道具や巻物、それにお金などの品書きがくるくる回り始めます。なんかね、ルーレットみたいなのがあるんだって。で、止まったところが今回の戦いに勝つと手に入る予定の戦利品。白い文字なら入手済み。黄色の文字なら未入手の宝物。目を皿にして見ててくださいね。黄色を狙った方がいいってことかな。戦勝点2倍。くるくる回る鬼の宝物の品書きに同じものが3つ揃ったら戦勝点2倍。星の印ならなんと3倍。なぜこうなるかは存じませんが、いつも頑張っている脇下家への神様からのご祝儀ですよ、きっと。これ、目押しは特にできないって鳥居扱い説明書に書いてあったけどね。単純に運らしい。熱狂の赤い火。迷宮や洞窟の移動中に表示されている残り時間を示す8つの青い炎の中に、赤い炎を1つ見つけたら、それが熱狂の赤い火。その炎の順番が来て燃え尽きるまでは、ぐるぐる回る鬼の宝物は珍しいもの、貴重なものが出まくり、ほう。じゃんじゃんバリバリ出ます出します取らせます本当かな。いつかちゃんがそう言うと、にわかには信じがたい。熱狂の赤い火覚えておきましょう。鬼に変えられた神々。更新の儀の折、奉納点が足りていても選ぶことができない神様が結構な数いらっしゃいます。ふむ。その神様たちの多くは、主天同士に心の闇につけ込まれ、鬼に変えられてしまったのです。この神様たちを天界に戻すことができれば、脇下家悲願達成の力に必ずやなってくださるでしょう。なるほど。神様を解放していくと、その解放された強い神様たちと交わり、そしてどんどん強い子孫が作っていけるっていうことかな。主の首輪でいいのかな。鬼に返じた神様たちは、主の首輪によって主天童子に操られています。つまり、主の首は、過去緑の文字です。を、くるくる回る鬼の宝物の中に見つけたら、敵の中に神様がいる。緑の文字か。重要だね。主の首輪を取り上げさえすれば、呪いが解けて神様は初期に戻るはず。なんですが、用心深い主天童子は呪いの鍵を二重にかけたようなのです。それも神様ごとに鍵を変えて、その鍵の条件を満たさない限り、くるくる回る戦利品が主の首輪で止まることはまずないでしょう。
ほう。鍵ってなんだろうね。なんか条件があるってこと言ってるのかな。戦闘あれこれ。仲間をかばう。ゲンタパパがね、かばってたよね、オリンさんをね。戦闘中、あと一撃で倒される仲間。自分は元気。しかし自分には十分な回復の術も道具もない。そういう時の時間稼ぎにぴったりなのがかばう。勇気はいるけど、やり方は簡単。防御で瀕死の仲間を選ぶだけ。その仲間に対する敵の攻撃を次の自分の行動まで肩代わりします。その間に他の人が敵を倒すなり、瀕死の仲間を回復するなりして、なんとか戦局を打開してください。覚えておこう。防御で仲間を選択するね。陣形。前列は敵から受けるダメージ大。後列は前列よりダメージ小。まずこれが基本。だからといって、みんな後ろじゃ全員が前列なのと同じです。全然意味がありません。有馬温泉腹立つなぁ、もう。体力や防御力の高い方を前列。体力に自信のない方や、初陣の方は後列に配するのが定石ですね。了解了解。陣形の変更。職業によっては後列からじゃ攻撃範囲が狭くなっちゃったり、下手すると攻撃できなかったり。でもね、だからって、丹波のイノシシみたく、何でもかんでも前に行けばいいってもんでもないんです。要するに体力のない人は戦闘中必要な時にだけさっと前列に出ればいいんです。まあ、戦闘中に変えられるよっていう話か。やり方は、他で陣形変更。めんどくさい時は R1 ボタン一発。わかりましたか ?R1 ボタンを覚えておこうじゃあ。ほい。退却。負けなきゃ明日に繋がります。戦闘中にやばいと感じたら迷わず退却を選択してください。退却を指示された方は隙を見て次のその人の行動まで逃げます。しかし敵に回り込まれた。なんてことはありませんからご心配なく。あと注意二つ多いな。仲間全員が一斉に逃げ出すわけじゃありません。ああ、退却を選んだ方だけ。なるほど。洞窟や迷宮の奥で待ち構えている鬼の親玉との戦闘では退却はできません。覚悟を決めてください。ボス戦ってことだね。疲れてきたぞ、そろそろ。どれぐらいあるんだっけ?多いですね。半分まで行きたいな。全部で20カテゴリーあって、今ね、8だね。ここまでやろう。じゃあ10まで読んで、このパート終わりにしよう。あ、これ少ない。術の習得条件。術を使えるようになるには2つの条件があります。まずはその術の巻物が、と脇下家にあること。最初にね、もらってたよね。あの、神様から。巻物を持っている鬼を見つけたら、何としてもダッシュしましょう。奪う巻物は一種一本でこと足ります。ふむ。もう一つの条件は、その術の習得条件まで心や技の力が成長していること。なるほど。習得条件は一族の個人情報。術画面の右上にあります。時々ご確認くださいね。習得条件とかも書いてあるね。わかった。負けそうな時。三つ頑張ろう。脇下家当主の証。当主交代の折は新当主へと受け継がれる大切な装飾品です。当主の指輪。東大一の剣士と謳われた渋木丸様の お父上の魂を宿していると聞いております。玄ちゃんか。戦闘中、他の当主の指輪で、一冒険につき一回だけ使うことができます。ああ、使用アイテムとしても、いける口ってことか。当主の指輪ね。七光の御霊。お子様が親の神様の元を離れ、脇下家に来られるとき、一つずつ送られるのが七光の御霊です。戦闘中に天にかざせば、一回だけ使った方の親にあたる神様がご意向を振るってくださいます。ほう。あれか、魔石ってことか。召喚獣が呼べるのね。成り行き半分で親を引き受けた神様でも、子供のことになるとついついしゃしゃり出ちゃう。まあ、親孝行だと思って、たまには七光の御霊で呼び出して、元気な姿を見せてあげてくださいな。
なるほど。じゃあ、アセモちゃん持ってんのかな？あの、おけいさんのね、御霊をね。ちなみに、ちょっと都合があって、ご養子と、氏神様のお子様はお使いになれません。ご容赦を。これね、まあ説明が出てくるかな。あの、取説に載ってたから知ってんだけど、まあいいや、ここでは。養子と氏神というシステムがあるらしい。弱点。叩いてダメなら火の術。火の術も効かなきゃ風の術。どんなに強い相手にも、必ずどこかに弱点があるはずです。そこを探して一気に、バーンと畳みかける。ああ、もしも敵がこの作戦をやってきたらどうしましょう。考えておいてくださいね。自分たちにも弱点があるってことか。そういうことかな。よし、とりあえず目標まで達成しましたので、一回区切ろうか。ちょっと一息つかせてくれ、俺にも。お疲れ様でした。